モンテディオ山形のスポンサーや正会員らを招待したパーティーが昨夜開かれ、渡辺監督は J1 昇格に向け決意を語りました。リーグ戦5位でプレーオフ進出を決めたモンテディオ。パーティーにはスポンサーや正会員などおよそ130人が出席しました。まず相田健太郎社長が、今年度の営業収益が24億円を超え過去最高になる見込みだと発表。渡辺進監督は、今シーズンの応援に感謝し、 J1 昇格に向けた決意を語りました。最後に J1 昇格のお知らせを皆さんにして、皆さんと一緒にお祝いすることを私自身願いながら、シーズンを最後に走り抜けたいと思います。その後、選手らは出席者と交流を深めながらもプレーオフに向け気を引き締めていました。本当に自分たちは何も失うものはないので、挑戦者として、2試合勝って、J1 に行きたいなと思います。モンテディオは今月25日、アウェーで清水と対戦します。